はい、皆さんこんにちは、中ちゃん。はい、ついにこの車を紹介させていただく時が来ました。来ましたね。異質すぎる。もう空間を支配してますね。1971年式アストンマーチン DB6。 くわー、雰囲気がすごい。すごい。我々これまでも数多くの高級車紹介させていただきましたけども、うん、アストンマーチンというとどうですか皆さん。数ある高級車の中の最終到達点みたいな、そんな立ち位置じゃないですか。本当ですよね。行き着く先はアストンマーチンという方多いんじゃないでしょうか、うん、それだけ異質な存在です。その中でもこの DB6、 どういう車かというのを紹介させていただこうと思います。はい、最初の一言申し上げておきます。売り物ではございません。あ、違うんだ。整備でエンジンのメンテナンスでね、このクラシカ横浜に入庫していただいた車両を取材オファーを出したら快くいいよと言っていただいたので、こうやって皆さんにねこの激レア車両をお届けできるので、オーナー様には感謝感謝でございます。ありがとうございます。さて中ちゃん、はい、アストンマーチンといえば一番どうだ、有名で高級なのって DB5 ってやつがありますよね、うん、映画のね007で主人公のジェームズ・ボンドが乗ったことで大人気になってしまった幻の車ですよ。ボンドカー。ボンドカー。トヨタの 2000GT もね、同じ理由でボンドカーとしてもうボーンですよね、うん、ではこの DB6、 DB5 がボンドカーならこの DB6 はロイヤルカーだぞと。おお、そういうことです。なるほど。つまりどういうことかというと、イギリス王室ですよね、うん、アストンマーチン、イギリスのメーカーです。イギリス王室がずっと大事にし続けているアストンマーチン、それが DB6 です。お、今の国王誰でしたっけ。チャールズ国王、はい、御年74歳、75になる年なのかな。彼が21歳の時に当時エリザベス女王からもらった車が DB6 です。羨ましいな。それから50年以上経ってるんですよ、うん、それでも今も国王になった今も大事に乗り続けている。つまり手放したくないんです。素晴らしい車すぎて。それだけじゃなくてウィリアム王子、はい、今ウィリアム皇太子になりましたけども、うん、当時結婚された時、はい、国民への結婚のお披露目で登場しました DB6 で。おはー。お父さんの愛車であるアストンマーチン DB6 に息子夫婦が乗って国民に結婚のお披露目。素敵すぎるロイヤルな話じゃないですか。素敵。その時イギリス国民はね、お、チャールズ国王ついに息子さんに車譲っちゃったんだと思ったんですって、うん、ただそんなことはない、貸しただけ、乗り続けてます。なるほど。でその国王が乗ってる DB6 はオープンタイプ、うん、厳密に言えばですね、タイプは違うんですが同じアストンマーチンの DB6 です。歴史と伝統、まあ、これがあるのはなんとなくね分かっていました。アストンマーチンという存在、なんとなくこういうイメージはしていました。ただ中ちゃん、正直にお聞きしましょう、はい、視聴者の皆さんにも聞いてみたい。昨今のクラシックカー、1000万2000万は当たり前、場合によっちゃ1億、いや5億、何これって思いません？思う。この価格の高さ、正直ね意味が分からないですよね、はい、ただこの車実物見たら意味分かります。うん、そらするよと、それだけの価値がある車だわと納得させられるだけの実力を持った車ですね、うん、歴史的背景ももちろんですが、やっぱり目を奪われますね。この細部につまむとこつまんで、くぼませるとこくぼませて、この曲面、滑らかなシェイプを作ってさ、こうシャトルっていう感じの形なのに、うん、メリハリがありますよね。機械的かつ人間の手で作ったんだろうなという絶妙のバランスじゃないですか。出るとこ出て、うん、基本的にはシンプルなんですよ、はい、シンプルな作りなんだけど、見る目線ポイントポイントによってね、一気に陰影が深まってるこういう場所があったりとか、うん、あ、すごい。でこの全体的なシェイプもスポーツカーのそれなんですけども、ただスポーティーなだけじゃなくて、このツードアクーペでありながら、この手のタイプの車ってのはやはりね、後部座席、まあ、とりあえずシートありますぐらいのね、機能性というよりは一応ついてます、うん、まあ、荷物置きに使ってねぐらいのものありますよね、はい、アストンマーチン見てみるとね、うん、そこもちゃんとこだわってるんですよね。やはりこのメーカーの作る車はスポーツカーでありながら GT カーなんですよね、うんうん、グランドツーリング、運転者だけでなく同乗者もまあ快適に乗っていられるんだろうなと、そういう作りになってます。
意外とねこの居住スペース、うん、この局面で優しく包み込んでくれて、なんか安心感があるんですよね、はい、このスポーティーななりでありながらこれは皇室御用達の車になるよと。ぴったりです ね。イギリスの車おしゃれな車多いです、もちろん、うん、高級感ある車多いです。その中でもねギラギラのラグジュアリーとか押し付けがましいおしゃれっていうのでなく、そぎ落とされた真摯の車って感じしません、うん、完成されてるんだよ。さてこのアストンマーチンDP シリーズってやはり有名ですよね、はい、最初はなかったんですよ。アストンマーチンが設立されたのは1913年です、うん、この時は創業者ねブガッティのブレシアっていう 1.5 リッターサイズの、まあ、今でいうコンパクトカー、うん、大きい車ではなくそういうコンパクトなものに憧れを持っていました。コンパクトカーって言っても我々が思うようなコンパクトじゃなくてもっとねクラシックカーよりももっと昔のクラシック、あこんなん運転できませんよと、うん、博物館でよく見るような馬車みたいなやつ、馬車みたいなやつ、そうです、そうです。あるんですけどやっぱそっち路線だったんですよ、うん、1.5 リッターサイズコンパクトで楽しい車、うん、そんなところを目指して志高くねやっていたんですが、評価は高かったけど経営難に陥ってしまった、うん、何回も連続で倒産もありました。アストンマーチンね実力はあるけど順風満帆の経営ではなかったんですよね。それが戦前です。じゃあ戦後どうなったかというと、1947年にこの大ピンチだったアストンマーチンを買収したのがデイビッド・ブラウン。1947年の出来事です。デイビッド・ブラウンをDB なんですね。彼の名前を冠するようになってから、うん、アストンマーチン黄金期を迎えます。おそもそもこれコンパクトカーじゃないですね。そうですね、コンパクトカー路線はもう脱却して重厚感の高級感のある大型の GT カー、こっちに切り替えました、うん、エンブレムご覧ください、はい、DB シリーズものによってはこれ書いてないんですけど、はい、デイビッド・ブラウン、うわちゃんと書いてある。この時代のものはですねちゃんと彼の名前DB の由来がエンブレムに刻印されている、うん、また歴史を感じますよね。 DB シリーズ今でもね DB12 までありますかね、2023年に新しいモデルが出て脈々と受け継がれているんですよ。素晴らしい車です。素晴らしい。ただあえて区切るとしたら DB6 もしくはその直後の DBS、うん、この辺りまでなんじゃないかなという意見が多いです。おう、なぜかというと DB シリーズ一度なくなってます。1973年 DB シリーズはね終わりを迎えたんです。なぜかというとデイビッド・ブラウン、うん、アストン・マーチンの代表でしたが会社は去りました。去りました。そして彼がアストン・マーチンとは離れてしまったことで DB シリーズ続編が出ることはなかったんですが、1993年にデイビッド・ブラウン亡くなられます。そして彼が亡くなった直後の1994年、20年ぶりですよね、はい、21年ぶりか DB7 続編が出るんです。ほう、なのでざっくり言うとデイビッド・ブラウンの没前没後でこの DB シリーズなんとなくの存在感が分かれます。うん、デイビッド・ブラウンシリーズの黄金期を支えていた彼がまさにアストン・マーチンのトップとして手掛けていた時代のアストン・マーチン、ストーリーがえげつないですね。えげつないですね。これだけの歴史ですよ、うん、アストン・マーチンなんとなくボンドカーでしょ、超高級車でしょ、そういう認識ありましたが、これはイギリス王室も手放したくないよね。ヨーロッパは公害対策めちゃめちゃ厳しいじゃないですか。厳しいですね。もう時代は EV ですよ、うん、ガソリン車古い車になんか乗ってられないと、さあ EV にシフトしなさいと、そういう風潮がある中で国王が国のトップがこれだけ古いガソリン車乗り回していいのかなと思いますよね、うん、確かに思うんですよ。だからチャールズ国王は改造したんですって。えバイオエタノール燃料で乗れるエンジンに改造したらしいです。あそうなんだ。ちょっと諸説ありますけどね、うん、そこまでしてまで手放したくなかった車という証明になるんじゃないですか、うん、まあ、確かにそうですね。かつ EV へのコンバート、これをやってはダメだよなというチャールズ国王の気持ちもあったんじゃないかな確かに三連のキャブだからいいんだよこれはと、うん、歴史と伝統とロマンに支えられたこのアストンマーチンの DB6、うん、この同じ空間にいられるだけでもうニコニコしてきちゃうね。幸せですね。ちょっとなんかチャールズ国王と仲良くなった気がする勝手に車を通じてね。車を通じて、はい、ついつい熱く語ってしまう悪い癖が出ましたね。喋りはいいから室内も見せてくれと皆さん思い始めてる頃かと思いますので、うん、はい、お邪魔しましょう、はい、では内装失礼いたします。オープン。
重厚感と、うん、もう絵がやばい。やばい、うん、乗る前から感じちゃった。もうやばい乗れない、はい、分厚く上質な内張りで一度ビクッとフリーズしました、うん、止まった後にチラッと目をやると、いやいやインパネこれすごいな、ここ本当博物館になったかなっていうぐらい一気に空間が閉まりました、うん、これ画面越しじゃ伝わんないな。伝わんない、漆黒なんですよね。すごい、ただの黒じゃない、うん、でただのメッキでもないな、すごい。お邪魔します。ちょっとこれ、ね、このシートに座らせていただけるだけでもうこの会社に入社してよかったなと今思ってます、うん、そしてオーナーさんに感謝。シートの背面も熱いっすよ、めっちゃすごい、クッション性すごい、すごい足元密着感、うん、コックピットですまさに、うん、あー伸ばしたら広かった。へー、うわクラッチ重っ、あ奥広、まあ、ちょっとね今暗いから見づらいと思いますけども、うん、乗り込んだ時に足とちょっと後ろにしたいなと一瞬思いましたが、うん、ペダルあたりからの奥行きがすごい、あーこれは快適に乗れます。この状態でも後ろ全然広いですよ。そこがアストンマーチンなんでしょうね、本当に後ろの人のこともしっかり考えられて設計してる。で乗り降りしやすそう、うん、もうまだ、あ本当だ、結構なスペースはあるんですね。普通の通路は多分この辺だからシート倒さないと乗れないけど、確かにね、ちょっと頑張ればシートこのままでも乗り降りできちゃいそうな、うん、でさ中ちゃん、はい、こんなスポーツカーでありながら、うん、背伸びしても天井に届かない、かなり開放感あります、うん、あこんな広いんだ。そして今までたくさんの旧車の上質なインパネ内装を見てきましたが、うん、どれとも異なるこの独特な上質な光り方、うんうんうん、ダッシュボードこういう光り方するか、いやこの個体が特に綺麗にね保管されてたってのもあるでしょうけども、予備知識何にもないんで分かんないんですけど、うん、このメーター周りの枠、フロントグリルの形にも若干似てなくもないですか。メーター周りのこの独特な、まあ、花びらみたいなね、うん、デザインがこのグリルの感じともしかしたら合わせているのではという中ちゃんの読みでしたどうなんだろう、これ当たってたらすごいかっこいいですよ、かっこいいですね。アストンマーチンに詳しい車ファンの皆様、もしよろしければコメント欄でぜひ教えてください。教えてください、はい、ではエンジンをかけさせていただきたいのですが、何やら鍵穴がね2つあるんですよ。え鍵穴2つある、普通に考えたらここの鍵穴をね回したらエンジンアクセサリーモードとかになりそうなもんですけど、あれ何も反応しないなと。これただのロックだそうです、うん、ちょっと目をこちらにやるとむむ、あまたいい、これがいわゆるイグニッションスイッチ。あなるほど、2段階なのかな。今ちょっとひねったら燃料ポンプ回り始めましたね。あ本当だ、ランプ光りました。はい、ではエンジンかけます。はい、 DB6 のエンジンオン。おあ結構安定してる。おすごい、何も踏んでない状態です。何も踏んでないです。1000回転ぐらいなんだ。エンジンの調整ということでね入庫していただいてるので、うん、そのあたりちゃんと見させていただこうと思いますが、あんま吹かすのはやめとこうね今のところは。うわーメーターの連動がかっこいい、うん、運転しないまでも、はい、すいませんちょっとシフトチェンジさせてください、はい、あ硬く、うわこういう感覚なんだ。シンプルかつなんとなくパワフルです、うん、伝わってくるメカニックなこの変速の感じ、あ気持ちいい。結構でもショートストロークな感じしますね。ですね、なんか当時の車ってもっと長そうだし。確かに確かに、そこもまたスポーティーでかっこいいわ、うん、エンジンルームこのまま見ちゃいましょう。わあ嬉しい。ここ、はい、ボンネットを引っ張りますね。よいしょ、はいはい、ボンネット開けます、はい、オープン。直六。うわ美しい、美しい、動いてる。一回止めようかエンジンは。い
約 4000cc の大排気量からなされるこの直六のエンジン、やっぱ存在感あるね。でかいですね。でかいからの三連キャブ、はい、ウェーバーがついてるね。そうですね。 DB6 の中でもいろいろとモデルがね分かれていて、バンテージっていう上のグレードっていうかな、それには三連キャブのウェーバーが採用されていたんですって、はい、なのでそれ仕様にされてるということなのかな。あ、なるほど。そうなると馬力も40馬力ぐらい上がって、やっぱそのグレードはまた特別な立ち位置とされていたようです。うわー、インシュレーターも綺麗。うわ、めちゃくちゃ綺麗ですね、もう同じイギリスのジャガーと違うのが、あっちの車と比べて何だろう、エンジンルームメカメカしくないというか、あ、確かにそうですね。すごい綺麗、すっきりしてますね、ちょっと日本車に近い感じがする、そしてなんかじゃあワイパーブレードのメッキの感じと、ドアミラーもそうです、そして汚れやすいこのワイヤースポークのホイール、これ本当すごいですね。おしゃれは足元からなんて言いますけども、それをまさに体現してくれてますね。なんて綺麗な状態なんでしょう。タイヤすら綺麗ですよ。本当ですね、テカってますね。ブレーキのワイヤースポークってめちゃくちゃ洗いにくいんですよね。あ、運転できるんだから、奇跡的ですよね。はい、ということで今回はオーナー様からのご協力もあり、アストンマーチ DB6 の紹介をさせていただきました。ぜひ皆さん目に焼き付けておいてください。これうちで仕入れる予定ないですかね。全万でしょう、ね、無理か。でも本当機械と気概があれば、ね、社長に相談だよね、ちょっとでもいいなと思っていただいた方、チャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長と中ちゃんでした。